朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の労働党と国家軍隊の最高指導者、金正恩元帥が、共和国のキノコ工場のモデルである平壌キノコ工場を現地指導しました。金正恩元帥は、平壌キノコ工場の建設を発案し、平壌郊外に工場の位置を見立て、設計と施工の強力なチームを派遣しただけでなく、建設での懸案解決のための全ての措置を講じました。元帥は明るい笑みの中、工場の全景を眺めあり、広い敷地に建てられた生産用建物と補助建物が特色がありながら、さっぱりとしていて素晴らしい。建築物の造形化と芸術化がハイレベルで実現した工場の環境が気に入る。平壌キノコ工場が建てられて、この辺あたりがさらに明るくなったと述べました。元帥は工場の前景図の前で解説を聞いた後、原料、発酵、ハッシュ、培養、栽培の各エリアと技術準備室、統合生産指揮室、科学技術普及室など工場の各所を見ました。そして必要な情報をリアルタイムで収集し、それに基づいて生産を手配し、経営活動を行えるよう、経営情報システム、生産管理システム、オートコントロールシステムを見事に構築した。原料の投入から出荷に至るまで、統合生産システムを完璧に構築した結果、生産工程のオートメ化、ライン化がハイレベルで実現した。平壌キノコ工場の設備を自分の力と技術、国産の資材で作ったが、見るほど素晴らしく力が湧いてくる。工場を建てるとき、主体的な力と自分の技術に依拠して現代化を実現することについての労働党の国産化の方針を徹底的に実行したと述べました。また、平壌キノコ工場は、誇るに足る工場、外と中が共に火の打ち所のない、共和国のキノコ工場のモデルだとし、工場を労働党時代の誇らしい創造物、人民の食生活向上に大いに役立つ、また一つの尊い富として立派に建てるのに貢献した、設計と施工担当の各機関の意向を高く評価しました。金正恩元帥は工場の従業員が本分を果たすものと確信し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・トンジュ内閣総理と、朝鮮労働党中央委員会のチョ・ヨンウォン副部長、マ・ウォン・チュン国務委員会設計局長が同行しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥が、民族一番の祝日である太陽節に際して、両岳山ミネラルウォーター工場に車などを送りました。7日、両岳山ミネラルウォーター工場で贈り物伝達の集いがありました。4日、ノルウェーで太陽節記念準備委員会が発足しました。準備委員会は、偉大なキム・イルソン主席の生誕日の太陽節に際して、キム・イルソン主席の尊い革命的生涯と不滅の業績を称える多彩な政治文化の催しを行うことにしました。一方、太陽節記念イタリア準備委員会が3日、ローマで発足しました。太陽節に際して3月30日、インドネシア先鋒社党中央指導理事会書記長が談話を出し、朝鮮革命と世界の自主化運用に尽くして成した偉大なキム・イルソン主席の不滅の業績を称えました。7日、第5回4月の春人民芸術祭の参加者が、万世の丘の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。7日、第28回万元デッショー国際マラソン競技大会の参加者が、マンステ農家の偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥を労働党と国家の主位に推挙してから5周年になることを受け、7日、朝鮮中央通信社が報道を発表しました。
報道は土101年2012年4月、著孫労働党第4回代表者会議と最高人民会議第12期第5回会議で、全党、全軍、全人民の総意によって、敬愛する最高指導者、金正恩元帥を革命の陣頭に仰ぐようになったのは、土の革命運用の重大な歴史的時期に、党の発展と社会主義強国建設の重大な転機を迎える大きな政治的出来事、民族史に記される喜び事であった。天才的な思想理論の英知と非凡なリーダーシップ、抜きんでた人民的風格を身につけた金正恩元帥の老練な指導、元帥が示した百戦百勝の道に沿って、党と軍隊、人民は偉大な金正恩総書記の遺訓を明脈とし、キム・イルソン・金正恩主義の旗を高く掲げて、社会主義偉業の成功裏の前進を推し進め、未曾有の奇跡を創造した。金正恩元帥を仰いで労働党は、金日成主席と金正日総書記の党に発展し、党の周りに人民軍と人民の皆が思想と志、情を持ってさらに固く結集し、土の著孫は世界平和を守るアジアの核強国、軍事大国として目を見張るような飛躍を遂げた。帝国主義者の前代未聞の押しつぶし策動によって、他の国だったら、何百回も挫折して被災し、最悪の逆境の中、自力自強の旗のもと、社会主義著孫の国力は果てしない宇宙に届き、10年、20年を1年に縮めて、人民の夢と理想を誇らしい現実に花咲かす偉大なマンディマの時代、世界を共感させる民族繁栄の新たな前世紀が開かれた。栄えある金正恩時代がもたらしたこの驚くべき現実は、偉大な党が示す道に沿って進む社会主義著孫の成功裏の前進をいかなる力でもってしても阻むことができず、最後の勝利は必ず我々のものだという哲理を世界の前ではっきりと立証した。敬愛する最高指導者金正恩元帥の導きのもと、偉大な金日成金正日主義の旗を高く掲げ、敵党の革命精神と自力自強の威力で突き進む共和国の軍隊と人民の前途には、勝利と栄光だけが輝くだろうと述べました。偉大な金正恩総書記の著孫民主主義人民共和国国防委員会委員長選出24周年に際して、7日、ファンヘ北道サリウォン市の二国共同農場で、農業勤労者と農業勤労者同盟員の記念の集いがありました。関係者とサリウォン市内の農業勤労者同盟員と農業勤労者がこれに参加しました。集いで発言した人たちは、金正恩総書記の国家建設指導の歴史は、独創的な戦軍革命思想に基づいて、戦軍の時代の社会主義国家建設の新たな道を切り開き、国防を基本とする国家機構システムを確立して、著孫を自主の強国に作った不滅の業績で輝いている。総書記の国家建設の思想と偉業は今、敬愛する最高指導者、金正恩元帥によって見事に引き継がれていると述べました。偉大な金日成主席が1950年代初頭の祖国解放戦争の時、ペクソン里のキム・イルソン総合大学を現地指導した65周年と、意義深い太陽節に際して、ペクソン革命史跡館が見事に増改築されました。7日、開館式があり、関係者と史跡館の従業員、ピョンソン市民がこれに参加しました。史跡館には、キム・イルソン主席とキム・ジョン総書記の写真と美術作品が新たに掲げられ、祖国解放戦争の時の金日成総合大学の学生の闘争資料が加えて展示されています。7日、平壌のスポーツ村、チュンチュン通りのバスケットボール競技館で、太陽節記念万元烈勝全国武道選手権大会の閉幕式がありました。著孫労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、著孫民主主義人民共和国国務委員会副委員長の党中央委員会チェ・リョンヘ副委員長が出席し、関係者と選手、監督、平壌市民がこれに参加しました。閉幕式では、
好成績を取った団体と選手にトロフィーと賞状、メダルが授けられ、表彰がありました。4日から7日まで、平壌冷麺専門食堂で、第22回太陽節料理祭典が行われました。祭典には、各地のレストランで出した1600点余りの独特な料理と飲料、70余りの科学技術の成果を見せる資料が出品されました。各省中央機関、平壌市と各道選抜の80余りのところが出品し、有名料理及び地方特産料理の展示会、指定料理の展示会、土壌料理の展示会、料理科学技術の成果の展示会と、調理師、ウェイトレスの技術コンテスト及び模範出演、料理を専門とする大学生の料理技術コンテストが行われました。7日の閉会式で審査結果が発表され、評価の高いレストランと個人に賞状とメダル、賞書が授けられました。ソソン選手が2017年世界ジュニア重量挙げ選手権大会で好成績を取りました。タイで行われている今大会には、ソソン、ベトナム、中国など50余りの国と地域の男女選手450人余りが参加しました。女子48キロ級でハン・ジョンシム選手はジャークで1位、スナッチで2位で総合1位を占め、金2つ、銀1つを獲得しました。キム・イルギョン選手は女子53キロ級ジャークで1位、総合2位を、リー・ワンソン選手は男子69キロ級スナッチ1位、総合2位を占め、それぞれ金1つ、銀1つを獲得しました。また、女子44キロ級でパク・ソンヒ選手は総合3位を占め、銅3つを獲得しました。平壌のキム・イルソン競技場で2018年アジアサッカー連盟女子アジアカップ予選 B 組戦が続いています。7日の競技結果は、ソソン対南ソソン1対1、ウズベキスタン対インド7対1のスコアです。世界保健の日に際して、世界保健機関の中長代表のトーシャラ・フェルナンド氏が7日、平壌のテドンガン外交団会館で宴会を設けました。関係者と中長外交及び国際機構の代表が招かれ、世界保健機関代表部の人が同席しました。欧州連合加盟国の中長外交代表が5日と6日、ウォンサン革靴工場とウォンサン軍民発電所を見ました。一行は、江原道の古山郡にある即湾というお寺も見ています。祖国の平和と統一、北と南の関係発展のための全民族大会北側準備委員会が7日、広報を出しました。広報は次の通りです。今、南朝鮮と海外で、アメリカと傀儡集団の共和国をターゲットにした戦争対決策動を排撃し、北と南の関係改善を求める声が高まる中、民族挙げての統一大会合を実現するための活動が力強く展開されている。反民連、祖国統一反民族連合南側本部は3月25日、国の平和と統一、北と南の関係発展のための全民族大会を成功させるための反民連南側本部準備委員会を結成し、民族挙げての統一大会合を必ず成功させる戦いの先頭に立つことを決意した。ソウルとプサンなど南朝鮮各地でアメリカと傀儡抗戦勢力の合同軍事演習を糾弾し、朝鮮半島の平和と北と南の関係改善を求める各階層の戦いが力強く展開される中、京山南道と京畿道、光州市など各地域で全民族大会の地域別準備委員会の結成が推進されている。南朝鮮の全国民主労働組合総連盟、韓国労働組合総連盟も、民族挙げての統一大会合の実現のための北と南の労働者団体準備委員会の結成に取り掛かっている。日本と中国、アメリカなど海外の各地域の朝鮮人団体と個人もアメリカの共和国をターゲットにした合同演習に反対し、民族挙げての統一大会合の実現に励んでいる。
内外で国の平和と自主統一目指す各階層の熱意と意志が日増しに高まる中、来る4月中旬、中国新疆で全民族大会北南海外の共同実務者委員会が行われる。7日、南朝鮮人権対策協会スポークスマンが談話を出しました。南朝鮮でセウル号の船体引き上げを機に大惨事の真相究明と責任ある者の処罰を求める各階層の戦いがまたもや高まっていることを受けてのもので、スポークスマンは、これは前代未聞の反人民的な悪政で世紀的な大惨事を招き、未だに謝罪も反省もせず高顔無知に振る舞う朴槿恵と保守集団への南朝鮮人民の積もりに積もった呪いと怒りの爆発だ。沈没する船内に残っていた生存者が皆殺しにされたのはあくまで朴槿恵集団が招いた殺人惨劇だ、こう述べ、次のように続けています。セウル号惨事を招き、南朝鮮全土を沈没するセウル号のように作った極悪非道な冷血艦である朴槿恵と保守集団の醜悪な犯罪は絶対覆い隠すことができない。今朴槿恵は歴史と人民に裁かれ、大統領府から追い出されて獄につながれたが、未だに醜悪な余命を長らえて血の復讐を云々している。朴槿恵の共犯である保守集団も権謀術数と高顔無知の極みで民心と世論を欺瞞し、第二の朴槿恵政権を作り出そうと血眼になっている。朴槿恵を大統領府から追い出し監獄にぶち込んだのは新しい生活、新しい社会への第一歩に過ぎない。南朝鮮の各階層は真の生活と尊厳のためにセウル号惨事の真相を徹底的に究明し、責任ある者たちを厳罰に処して、冷たい海の中に沈んだ数百人の幼い生命の恨みを晴らし、殺人魔の朴槿恵集団を断固葬り去らなければならない。3月31日、在中国朝鮮人総連合会が、全民族が団結して今年に必ず自主統一の大路を開こうと題した声明を出しました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はチェ・ジョンイル・カンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。歌、我らの史跡。毎年4月ともなりますと、偉大な金日成主席への忍ぶ思いを胸に、朝鮮人民皆が歌う歌があります。我らの主席、この歌です。リ・ジョンリュル作詞、人民芸術家、オムハジン作曲のこの歌は、して78年、1989年に出ました。歌は、一生涯人民を訪ねて、現地指導の道を歩み続け、人民にこの上ない幸せをもたらした金日成主席の熱い恩愛を歌い上げています。2番は、雨の早朝も雪の深夜もいつも人民を訪ねて現地指導の道を歩み続けた主席の献身と労苦を感銘深く表しています。3番は、人民を心から思い人民のための献身の道で喜びを感じ生涯を捧げた主席の輝かしい業績を熱く歌い上げています。
からは主席の献身の労苦があって、自主自立自衛の社会主義強国、人民の楽土が建てられたということを心に深く刻みつけています。我らの主席、この歌は敬愛する最高指導者金正恩元帥の精力的な導きのもと、社会主義強国を打ち立てる左村人民の心の中に、主席への永遠の敬慕の歌、燃える忠誠の歌として響き渡ることでしょう。歌、我らの主席についてお話しました。生涯を通して歩いたあぜ道、偉大な金日成主席の生誕日4月15日の太陽節が日一日と近づいています。人民軍軍人と人民の皆は、祖孫人民に豊かな生活をさせるのを一生の願いとして、苦労の限りを尽くした金日成主席の不滅の業績を胸熱く振り返っています。北の最果てにある万寿山共同農場にも主席の苦労の足跡が刻まれています。父80年、1991年8月金日成主席は万寿山共同農場を訪れました。農場の作柄について聞いて、田んぼの方へ視線を移した主席は、稲の作柄が上々だ、水稲の品種は何で、他の品種も植えているのか、どの品種の収量がもっと高いのか詳しく調べて、ヘクタールあたりの収量を高めるには着土作業を行うべきだと言いました。満ち足りた気持ちで上出来の田んぼを眺めていた主席は、しばらくして遠路をここまで来たので、トウモロコシの出来具合も見なくてはと言って、トウモロコシ畑に行きました。そして腕ほどもあるトウモロコシを手にしては、上出来だと言って大いに喜びました。主席は、今の出来具合ならヘクタールあたりトウモロコシを10トン以上は出せる、今回ハムギョン北道に来てみて自信がついたと言いました。振り返ってみますと、北の最北端に位置した万寿山共同農場の豊作は、ここの土地が肥えているからでも、また天から授かった幸運に恵まれたからでもありませんでした。常に北部地帯の穀物生産に深い関心を払い、農業を盛り立てるために腐心した主席の正しい導きによるものでした。気温が低いこの地帯の特性に合う新しい用水管理方法と、畑での冷所内はどう行い、縄代の温度を高めるには腐食度をどれぐらい施すのが良いのか、トウモロコシ作で見逃してはならないことは何かなど、ここの農業で革新的な成果を収めるための方法付けをしました。この筆跡は万寿山共同農場で作柄上々の田畑を見て、気分がとても良い、ここを離れたくないと言いました。まさに人民のための道に喜びを見出していたので、たとえその道がいくら険しくても、それをものともせず人民を訪ね、また訪ねた主席は優しい父そのままでした。人民の願いを叶えてやるのを一番の願い、一生の使命とみなし、生涯を閉じるまであぜ道を歩いた金日成主席の業績を、祖孫人民はいついつまでも語り伝えるでしょう。生涯を通して歩いたあぜ道、交代してお話しました。